を伝えられるよう日々練習を重ねてまいりました。流し踊り、舞台踊りともに日頃の練習の成果を思う存分発揮したいと思います。稲瀬連は毎年テーマを掲げて、そのテーマに沿って演舞方針や構成を作っています。今年のテーマは威風堂々です。第34回南越谷阿波踊りのポスターには、その堂々たる稲瀬の白法被を採用していただきました。ありがとうございます。稲瀬連は今回で16回目の出場になりますが、その間念願であった徳島単独出場も果たすことができました。しかし本場を知れば知るほど足元にも及ばない現実が分かってきます。その要因は自信に満ち溢れる堂々たる様の足らないことに気がつきました。堂々と振る舞えたならば、きっとお客様に感動していただけることでしょう。また今年は越谷市も稲瀬連の拠点である草加市も市制60周年にあたる年です。そこで私たちもお祝いの意を込めて演舞に越谷鹿を取り入れてみました。他にも徳島の和踊りも構成しておりますので、ぜひ本場の雰囲気も味わってみてください。100年続く稲瀬連を目指して、どうぞご覧ください。稲瀬連です。Thank you.